どうもお疲れ様です。渡辺謙さんもね、ものすごくいいですね。表情といい、あの動き一つ一つ、本当に俳優というよりもあの VHS を開発してる人みたいなね、そんな風に見えてきますよね。まあ、大道具小道具陣もものすごくね、細かいところまでこだわって、作業服のヨレヨレ加減とかもやっぱ作るみたいなんですよ。で、やっぱりね、若い技術者とそれからベテランの技術者でヘアスタイル変えたりとか、ものすごく雰囲気作るみたいです。まあ、そんなところにね、ちょっとした大事件が起きました。実は今ね、ネットフリックスっていう新しい市場ができたことによって、ハリウッドが危機的状況に陥ってるって言うんですよ。というのがね、今ネットフリックスっていうのは、プログラミングで俳優の顔とか表情をスキャニングするんですよね。そしたらあとは俳優の演技がいらなくなって、スキャニングしたその画像でもって、バーチャルの俳優を動かしたりとか、年を取らしたりとか若返らしたりっていうのがあるらしいんですよ。そうなるとね、有名なトム・クルーズみたいな俳優に来てもらって、全身をスキャニングして、でそれでギャラを、まあ、1000ドルとか渡してね、10万とか15万渡して、はい終わりみたいな感じなんですよ。あとはもらったそのスキャニングした表情とかアクションっていうのをね、勝手にこっちでプログラミングで作って映画をドーンとリリースするみたいな感じで、スタジオもいらなければロケもいらない時代になったんですよ。だから俳優としてはものすごくギャラが入ってこないから、サブスクリプションで、カラオケみたいにね、その再生された映画に応じてギャラをくれみたいな交渉が起きてるみたいなんですよ。でもそれがまあ難航していてね、一応著作権料と込みでスキャニングっていうものを払ってるわけだから、再生何回されようともう分配はしないよみたいな感じで、ネットフリックスは莫大な資産を貯めるんだけども、俳優はもうやっていけないとかね、エキストラなんてもう完全にギャラどころの騒ぎじゃなくていらなくなってくるわけなんですよ、エキストラがね。でそうなってくると、本来は役者ってエキストラから順番に育っていくはずなのに、その最初のエキストラって段階で必要とされないから、もう俳優は育たないんじゃないかなっていうふうに言われてたりとか、あと有名な俳優もね、最初の撮影時に一時金、それから映画の配給に応じてのリターンっていうね、いわゆる印税みたいなのが入ってたのに、印税がもうもらえなくなるんで、せっかく世界的な俳優になっても、その後の収入に困るみたいなことが起きてくるらしいんですよ。で、ネットフリックスの言い分としては、いや、ネットフリックスで常に再生されるってことは、あっちこっちで露出がすごくされるから、あとはあなたが YouTuber として活動するなりなんなりすれば、それは知名度だけはこっちで広げてあげるから、あとは自力でやんなさいよっていう、そういうところみたいなんですけどね。まあ時代は変わりますね。まあこの辺もまた日は昇るじゃないですか。まあ俳優業ってのはなくならないと思いますけどね。ただ今俳優が一切出てこない映画みたいなのもバーチャルであったりとかするんで、まあでもね、アニメーションとか声優とかっていうのもありますからね。まあ声優もなんか今ね、声がバーチャルで作られちゃいますんで、どうしましょうっていう世界です。まあちょっと参考までに、私がね、映画に出てくるシーンっていうのをこの後つけときますんで、見てみてください。まあ今こんな時代ですよ。最大唔同係打嘅，到呢樣嘢。